バレーボールロシア女子代表はバレーボールの国際大会で編成されるロシアの女子バレーボールナショナルチーム。なお、香港では1992年以前のソ連と1992年の EUN 連合チームも一緒に扱う。1949年にソビエト連邦の女子ナショナルチームが誕生した。初めての公式国際戦は1949年9月11日に 行われた欧州選手権のポーランドとの試合で3から0で勝利を収めた。オリンピックで4回、世界選手権で5回、ワールドカップで1回、欧州選手権で17回優勝という輝かしい成績を残し、オリンピックと世界選手権の出場回数は最多である。バレーボールを本当に知っているのは日本とソ連だけだと言われた時代もあり、安定した成績を収め続けた。 ソビエト連邦崩壊後の1992年に国際バレーボール連盟へ加盟し、ロシア女子ナショナルチームが発足。1990年代はキューバとの二強時代となる。だが、1997年のワールドグランドチャンピオンズカップを除くと、世界三大大会はすべてキューバが制し、2000年のシドニー五輪決勝ではに、セット連習からの逆転で敗れて、 銀メダルだった。21世紀になると2001年のワールドグランドチャンピオンズカップ2004年のアテネ五輪では共に中国代表に敗れて銀メダルとなった2004年のアテネ五輪を最後にニコライカルポリ監督が退きイタリア人監督のもとで北京五輪へ向けた強化を推し進めるデータバレーを導入すると2006年に日本で行われた 世界選手権で金メダルを獲得し、再び世界の頂点に返り咲いた。2007年、欧州選手権で3位に終わり、ワールドカップ2007の出場を逃した。さらに2008年の北京五輪でも5位に終わり、オリンピックでは12年ぶりにメダルを逃したものの、2010年に再び日本で行われた世界選手権では2大会連続の金メダルを獲得した。 2012年のロンドンオリンピックでは予選 A グループを1位で通過しながらも準々決勝でブラジルにフルセット負けを喫し2大会連続でメダルを一した2013年 FIVB ワールドグランプリでは7位だったが同年9月のヨーロッパ選手権で12年ぶりに優勝を果たしたグラチャンにも出場したが主力選手が不在で4位だった2018年 FIVB バレーボールネーションズリーグに登録されたメンバー。マークはバレーボールで沿道入りのプレイヤー。ありがとうございます。